終盤で、まあ、うまくやってギリ良くなってた時があったんですけど、うん、後半でちょっと緩みすぎて逆転されたのが残念でした。今日の負けは引きずらずに、まあ、他の棋戦で勝っていけるように頑張ります。優勝することは私の小さい頃からの夢であって、でも夢なので本当に叶うとは思っていなかったです。なので今はすごく嬉しく思いますし、もう本当に感謝でいっぱいです。